大切な人との別れは突然やってくることもあり、年齢を重ねるほど悲しい別れを経験することが多くなりますよね。今回は、家族にたくさんの愛情を注いでくれていた夫が突然失踪し、悲しみに暮れる一家が現実を受け入れ、乗り越えようと努力する矢先に、衝撃の事実が明らかになるというお話です。果たして、事実を知った一家はどうするのか、目が離せない展開となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。子煩悩の夫が突然失踪、3ヶ月後、嫁は知ってはいけない真実を知り、自分の気持ちを整理するために、スレを立ち上げたんだけど、書き込んでいってもいいかな？イッチ、何か辛いことでもあったんか？うん。友達にベラベラ話せる内容じゃないし、ここなら本音で話せるから、聞いてくれる？何か深刻な匂いがするけど、ワイで良ければ聞くで。人間溜め込んでて良いことはないぞ。こういう時のスレや、話してみ？みんなありがとう。少し重い内容になるけど聞いてほしい。私には一回り年上、42歳の夫と、二人兄弟の子供がいる。私は大学卒業後に就職した大手銀行で、上司である夫と出会った。一回り年上であることを差し置いても、夫が優秀な営業マンであることは、すぐにわかり、私は尊敬の眼差しで見ていたのだ。夫は幼い頃に両親を亡くしたこともあって、家庭を持つことに憧れがあったそう。そんな夫と職場恋愛を経て結婚。二人での生活が落ち着いてきたところで、夫は銀行を辞めて経営コンサルタントとして独立。仕事も順調に進み、収入も安定していった。結婚後3年には、第一子である長男を出産。その翌年に、第二子の長女を出産した。夫は絵に描いたようなイクメンで、職業柄出張も多かったが、家にいる時は、全力で子供たちと遊んでくれたり、家族旅行に連れて行ってくれたりした。よく、テレビやネットで夫に対する愚痴など、イラッとするエピソードを、耳にすることがあるが、私が夫に対してそのような不満を抱いたことは、一度もなかったのだ。子供たちも夫が大好きで、お出かけ先ではどっちが先に肩車をしてもらうかで、喧嘩をするほど、夫は子供たちに好かれていた。私はそんな様子をいつも微笑ましく見守るのだった。夫婦仲も良好で、たまに私の両親に子供たちを預けて、二人でデートをする日もあった。家族に惜しみない愛情を注いでくれる、自慢の夫だったのだ。一致夫、完璧すぎる。こんな良い人、なかなかいないよね。ここまでただののろけ話だが、一致夫に何かあったのか。一回り年上の一致夫は子煩悩で、一致との関係も良好だった。幸せな家庭を築いていた一致の身に何が起こったのだろうか。子供たちが4歳と5歳になった頃、夫は突然姿を消した。まさかの失踪？状況詳しく。その日、夫の帰りがいつもより遅く、心配して連絡するも返事はなし。仕事が長引くうちにスマホの充電が切れたのかも、と考え、疲れていた私はそのまま眠ってしまった。しかし、朝起きても隣に夫の姿はなかった。連絡も来ておらず、帰ってきた形跡もない。さすがに焦った私は、子供たち二人を幼稚園へ送り出した後、夫がたまに仕事をしていた近所のカフェや、散歩でよく行く公園などを探し回った。が、見つからなかった。事故に遭ったのかもしれないと不安で、急いで警察へ駆け込んだ。しかし、子煩悩で家族が大好きな夫が、私たちを放置して失踪するなんて、考えられない。警察に相談もしたが、事件性はないと判断され、探してくれなかったのだ。警察動かすのは大変だよな。義実家には連絡した？夫は両親を小さい時に亡くしていたし、一人っ子で兄弟もいない。祖父母に育てられたけど、その祖父母も少し前に他界してるから、夫側の親戚付き合いは全くないんだ。なるほど。職場への連絡はしたのか？独立したって言ってたから、完全一人の自営業ってパターンか？そうなの。もうすぐ法人化して人も雇うって話を、前に聞いたことがあるけど、基本的に家では仕事の話をしないタイプで、取引先の名前とかも聞いたことない。出張で遠方に行くことは多かったけど、詳細は知らないんだ。手がかりゼロはきついな。子煩悩で家族思いの夫が、女と逃げたとは考えにくいよな。夫が失踪してから1ヶ月経った今、このスレに書き込んでます。正直私は、夫がどこかで事故に巻き込まれて、死んでしまったんじゃないか、と思い始めてる。でも、現実を受け止められない気持ちもあって、ひょっこり帰ってくるんじゃないか、という希望も、心の片隅にあるんだ。でも、時間が経つにつれて、希望を持ち続けるのも、辛くなってきた。どこかで区切りをつけないと、前に進めない状況で、辛いけど、夫は死んだと思うしか、ないよね。一気かなり辛い状況やな。夫は死んだと区切りをつけることで、心のバランスが取れるなら、そう思った方がいいかも。幼い子供たちもいるしな。
ピッチの精神状態が心配や。突然失踪した夫の安否が不明のまま1ヶ月が経ち、気持ちを整理するため、すでに書き込んだエッチ。夫は死んだと思うことで、気持ちに区切りをつけて、前に進もうとするエッチに、スレミンたちからは、心配する声が上がっていた。子供たちには、パパは長期の出張でしばらく帰ってこない、って伝えてるけど、様子がおかしいことに、なんとなく気づいてる様子。最近、娘は怖い夢をよく見るようで、夜中に目が覚めて泣くことが多くなった。息子は、家族4人で楽しそうにお出かけしている絵を毎日描いていて、子供たちも精神的に不安定になってることがわかる。こんな経験したことないから、私自身もどう対応したらいいのかわからなくて、夫は死んだと伝えるべきだよね。意見もとむ。不安な気持ちを抱えさせたままにするより、死んだとはっきり伝えるべきだと思う。出張だと嘘をつき続けるのは限界だよ。子供って意外と嘘とか見抜くからね。やっぱりそうだよね。ちゃんと伝えることにする。みんな、意見ありがとう。こうしてイッチは子供たちに、夫が死んだと伝えることに。数時間後、イッチはすでに戻ってきた。年齢的にも、死についてちゃんと理解するのは、まだ難しいみたい。言葉の意味はなんとなく理解できてるようだけど、命について説明するのは難しいね。パパがもう帰ってこないってことは、分かってくれたみたいで、落ち込んでる様子だった。娘と息子をギュって抱きしめたけど、泣かせちゃった。私、ダメな母親だな。子供との接し方でアドバイスあれば、教えてほしい。子供は創作物で気持ちを表現することがあるから、引き続き絵とかは注意して、見てあげた方がいいよ。精神的に不安定な状態が続くようなら、専門家を頼るべき。寝る時も添い寝してあげてね。ぬくもりを感じると自分も落ち着けるよ。ありがとう。夫がいなくなって、子供たちの存在に何度も助けられてきた。大事な子供たちを守るためにも頑張るわ。また何か進展あったら報告する。それから1ヶ月後、イッチが再びスレに戻ってきた。みんな久しぶり。以前、夫の失踪を相談したものです。実は、急展開なんだけど、夫が生きている疑惑が浮上したから、聞いてほしい。イッチ久しぶり、いきなりビッグニュース来たー。昨日、気分転換に市街の大きな公園に、子供たちを遊びに連れて行ったんだけど、子供の体力は無限で、疲れた私は少しベンチで休憩することに。隣にも私と同じような、子供を見守りながら休憩している母親がいて、ちらっと横目で見た瞬間、信じられないものを見てしまった。夫が持っていたものと同じデザインの、リュックが目に入ったの。見間違いかと思って、もう一度さりげなく見てみると、子供たちとガチャガチャをした時の、キーホルダーが2つついていたし、黒の無難なリュックだが、汚れ具合も夫が持っていたものと同じだった。夫のもので間違いなさそう。その母親が持っていたのか？夫が近くにいた可能性もあるぞ。リュックは母親が持ってたよ。夫に繋がる手がかりがついに見つかって、私の心臓はバクバクだった。けど、何かしなきゃと思って、衝動的に私はその母親に話しかけてた。子供の体力についていくのって大変ですよね。この公園にはよく来るんですか？大変ですよね。家が近くなので、週末はよく来ますよ。お子さんといつも2人で来るんですか？そうなんです。旦那は仕事が忙しくて、お互いワンオペ頑張りましょうね。ここで、その母親の息子が駆け寄ってきたので、会話は終了。さよならと挨拶を交わして、その親子は公園を出て行った。言って夫のリュックを持った母親。雲行きが怪しいぞ。その母親の夫が言って夫ならマジでビビる。でも、女の夫は子育てしてないっぽいから、言っての夫ではなさそう。なんか、いろんな想像をしてしまうよね。夫のリュックを見た時は、生きているかもしれない、という期待と嬉しさの方が、大きくて、でもなぜ赤の他人が持ってるの？って疑問もすぐに湧いてきて、とにかく頭が混乱してる。どうすればいい？これはプロに調査を依頼するべき。イッチが得た情報があれば、すぐに特定できると思うよ。そうだよね。わかった。早速依頼するわ。結果が出たら報告するから待っててほしい。イッチはスレミンたちのアドバイスで、プロに調査を依頼することに。2週間が過ぎた頃、イッチはスレに戻ってきた。みんなお待たせ。失踪夫の手がかりを見つけたものです。あの後、知り合いに紹介してもらった探偵に夫の調査を依頼したよ。今から結果報告してもいいかな？一気待ってたよ。やっぱり結果出るの早かったね。一気夫、ついに見つかったのか？結論から先に言うと、夫、見つかったよ。実は調査結果の連絡があったのは、昨日だったんだけど、すぐすでに書き込める精神状態じゃなかったんだ。一気大丈夫か？ショックな内容だったのか？無理はするなよ。ありがとう。夫は、あの時公園で出会った、母親と子供が暮らすマンションで、生活を共にしているらしい。
浮気相手の女性が住むマンションは、うちから車で10分のところにあった。子供の幼稚園の送り迎えを、夫がすることもあるみたい。ちなみに、うちの子供たちとは違う幼稚園だった。あの母親と子供の3人で、仲良く買い物をしている写真とか、いろいろと見せてもらったけど、どれも本物の家族みたいな写真ばかりで、正直、私が別次元の世界にいるかと思ったよ。あんなに可愛がっていた自分の子供を捨てて、他の女の子供と暮らしていたなんて。これは、ショックすぎる展開だ。Y なら発狂してそのマンションに突する。女は夫の不倫相手で間違いなさそうだな。やっぱり、子供は夫の子だったのか。一致、母親の調査は依頼してないの？依頼してない。だから今は、夫の所在だけが分かっている状況。夫があの親子とどういう関係で、なぜ家族を捨てて出て行ったのか。本当にわからない。生きていたのが分かってホッとする気持ちと、夫の行動が許せない気持ちが両方ある。昨日、子供を寝かしつけるとき、パパに会いたい、って泣かれたんだ。私も、悲しみと怒りと悔しさが一気に押し寄せてきて、一緒に泣いちゃった。理由がなんであれ、子供たちにこんな悲しい思いをさせた夫を許せない。夫に会って直接話さなきゃだけど、もう離婚を考えてる。いきなり父親が失踪して、子供たちも相当ショックだよな。絵に描いたような良い夫は、もういない。家族を捨てて、他の女と子供の元へ行った夫は許せん。心を鬼にして向き合うべき。そうだよね。私にもちょっと考えがあるから、進展あり次第、またスレで報告させて、一旦落ちます。探偵の調査により、公園で出会った親子と夫が、生活を共にしていることを知った一致。夫が家族を捨てて出て行った理由など、全貌が明らかになっていない中、一致はある行動に出る。とんでもない大修羅場、してきたよ。みんな、聞いてくれる？いや、聞いてほしい。大修羅場って一体何があったんや？夫と直接対決してきたか？さあ一致、話してみ。いきなり夫と対峙するのは正直怖かったので、私は浮気相手を見つけた公園に行き、先に女性に真実を伝えてみようと思ったんだ。夫が既婚者で、私たち家族を捨てて出て行ったことを、知らされていないまま、夫と一緒にいるんじゃないか、と思ったから。昔から夫と不倫関係で、女の子供が夫との間にできた子である可能性はないのか？その可能性もある。けど、信じたくない気持ちもあったし、あの女性に真実を伝えて、反応を見てみようと思ったんだ。探偵に浮気相手の調査を依頼した方が、スムーズだったのでは？こればっかりは、お金の問題で依頼しなかった。子供たちの将来のために、できるだけお金は残したかったしね。てなわけで、私は週末になると女性と出会った公園へ通うことにした。そして、2回目に訪れた時、あの事件が起きてしまった。週末だったこともあり、その日はたくさんの家族連れがいた。すると、息子がいきなりパパがいる。って急に走り出して、娘も息子の後を追って走り出した。まさかと思い、子供たちが走っていく方向を見ると、嫌な予感が的中。夫が、この前会った女性とその子供と、並んで歩いていたのだ。私は急いで子供たちの後を追った。走ってくる子供たちに気づいた夫は、目を見開いてかなり驚き、焦っている様子。パパ、この公園にずっといたの？パパがいなくて寂しかったよ。って、子供たちが必死に話しかけてたけど、驚いて声も出ないのか、こわばった顔で夫は無視。すると、浮気相手の息子が、何言ってるの？僕のパパだよ。って、言い出すもんだから、子供たちがワンワン泣き出してしまった。子供たちをなだめていると、パパなんていらない、と言って、泣き止む気配がなかった。子供たちを抱きしめながら、放心状態の夫に私は言った。あなた、私たちがどれほど心配したかわかってるの？後日、話し合いの場を設けましょう。その時に、全部説明してちょうだい。そこでようやく夫は口を開き。いや、娘ちゃん、息子くん久しぶりだな。わかったよ。説明する。とだけ、声を発した。そして、夫は浮気相手とその子供を連れて公園を去っていった。浮気相手の顔もこわばってたから、おそらく夫が家族を捨てて出て行ったことについて、知っているようだった。私は、すぐ両親に電話して事情を話し、公園まで来てもらうことにした。子供たちは祖父母の顔を見て、少し落ち着きを取り戻してくれた。その日は実家に泊まり、子供たちが眠った後、両親にことの詳細を話した。夫は見つかったが、浮気相手とその子供と家族のように暮らしていること。そして、私が夫との離婚を考えていること、すべてを打ち明けた。一致、辛かったね。夫くんなら一致を幸せにしてくれると思ったんだが。許せん。話し合いの場に、私たちも同席しよう。弁護士も連れて行った方がいいな。費用は私たちが出すから、一致は心配するな。父の心強い言葉に、私はしっかりとうなずいた。子供たちがかわいそうすぎる。
弁護士と両親のタッグは最強、慰謝料たっぷりもらって離婚だな。ついに、夫との直接対決か。わくてか。子供たちと夫がバッティングしてしまい、無視する夫に子供たちが号泣する、大修羅場となってしまった。弁護士と両親をバックにつけた一致は、いよいよ夫との直接対決に挑む。しかし、ここでも予想外の事態が、一致、というより夫の身に待ち受けていた。私が自宅に、夫と浮気相手の女を入れたくないというのもあり、弁護士と両親を連れて、浮気相手の自宅へ突入することに。ここから浮気相手は、A 子と呼ぶことにする。ちなみに、子供たちは幼稚園。念のため、延長保育を申請済みだ。みんなが席に着いたところで、弁護士が口を開いた。本日は、一致さんから夫さんへ慰謝料の請求、並びに離婚を希望されているため、事実確認を含めてこの場を設けました。夫さん、A 子さんとはいつから不倫関係だったのですか？子供は夫さんの子ですか？子供は俺の子じゃない。A 子はシングルマザーで、半年前から、その、関係を持つようになった。なんで突然私たちを捨てて出て行ったのよ？それは、A 子が一緒に暮らしたいって言うから俺、舞い上がっちゃって。それで？衝動的に家を出て行ったわけ？ごめん。どうやって離婚を切り出すか悩んでるうちに、どんどん日が経って行っちゃってさ、一致や子供たちに本当のことを言って、傷つけることに気がつけたんだ。本当にお前たち三人のことは愛していたし、今でも大切に思ってる。これは嘘じゃない、本心だよ。でも、こんなことで悩むなら、いっそのこと、何も言わずにいなくなった方が楽かなって思ってさ。ここで急に父が立ち上がり夫を殴った。一度騒然の中、父の雷が落ちる。夫くん、一致がどんな気持ちで君を探していたのかわかるのか。血のつながった子供たちや一致を捨てて、赤の他人とよく家族ごっこができたな。夫は殴られた左頬を手で押さえながらうつむき、どんどん小さくなっていく。私たちは、あなたを一生許しません。と母も怒りをあらわにしていた。すると玄関が開く音が聞こえ、誰かが家の中に入ってきた。一瞬泥棒かと思ったが、A 子を見ると顔が青ざめているのが分かった。ただいま、玄関に靴がいっぱいあったけど、お客さん来てるの？あなた。出張から帰ってくるの一週間先じゃなかった？仕事が早く片付いたんだ。いや数ヶ月間の長期海外出張はきつかったよ。明らかに A 子の夫と思われる人物が帰宅し、場が一気に凍りつく中、さらなる修羅場が始まろうとしていた。おい。A 子、結婚していたのか？離婚して子供と二人って言っていたのに、俺のことを騙していたのか。だってシングルマザーって言った方が男は落ちると思ったんだもん。と A 子は開き直った。夫が海外出張に行ってる間、私寂しくって、その間だけでも一緒に暮らせたら楽しいなって思っただけよ。夫さん真に受けて本当に家出ちゃったから、びっくりしたんだけど。私も言い出せなくて、いつ話そうかなって悩んでるうちにどんどん時間が経っちゃって、私も夫さんのことは本当に必要だったんだもん。傷つけるのもかわいそうだし、とりあえずこのままでもいいかなって。ついさっき、どこかで聞いた話と同じで草、これは夫、何も言い返せないぞ。A 子、地雷すぎだろ、メンヘラ臭がプンプンする。夫はこんな女のために家族を捨てて出て行ったのか。A 子の夫もやっと状況を察したようで、怒りで肩が震えている。そして夫の右頬に鉄拳を食らわした。夫は壁際まで吹っ飛び、右頬を押さえていたそうに倒れていた。お前とは離婚するからな。A 子にそう言い残し、A 子夫は出て行った。父に左頬、浮気相手の夫に右頬、を殴られた夫の顔はパンパンに腫れていた。一致、本当にごめん。俺も A 子に騙されていたんだ。許してくれないか？子供たちもいるんだし、離婚しない方がいいだろ？その発言にイラッとし、私は夫の腫れた方を思い切り引っ叩いた。初めて本気で人のほっぺた叩いたけど、いい音なるんだね。再び倒れ込む夫に、子供たちにあんな思いをさせて、許すわけがないでしょ？家族を捨てて出て行った人と、暮らしていけるわけないじゃない。今度はこっちが捨ててやるわ。と言ってやって、修羅場は幕を閉じました。夫殴られすぎて笑った、一致最高。子供たちもいるんだし、ってお前が言えるセリフじゃないだろ。いやまさかこんな飯馬な展開になるとは思ってなかったな。A 子の夫の登場により、濃すぎる修羅場となったが、家族を裏切った夫に見事、制裁を下すことができた一致。予想外の展開にスレミンたちの興奮度もマックスだった。その後、夫とは離婚が成立し、慰謝料300万円を受け取ることができた。夫は子供と会わないことを約束し、養育費の支払いにも応じることで決着がついた。夫はあの修羅場の後、A 子に別れを告げたらしい。A 子夫婦もあの後離婚したそうで、本当のシングルマザーとなった。私は A 子にも慰謝料を請求。
慰謝料を払うために借金をしたそうで、返済に追われ家計は火の車らしい。もちろん子供を育てる余裕はなく、親権は A 子夫が獲得した。A 子は何度も私の元夫に復縁を迫っているみたいだが、借金を肩代わりしてほしい。という A 子の思惑を察し、断り続けているとのこと。A 子が自宅に何度も突してくるので、元夫は精神的にかなり参っているそうだ。自業自得な末路なので、同情する気はない。一致はもう吹っ切れた？子供たちは元気？私はもう完全に吹っ切れた。子供たちは徐々に元気を取り戻してきたよ。両親もちょくちょく家に来てくれるから、すごく助かってる。長期間のスレになったけど、最後まで付き合ってくれてありがとう。みんなのアドバイス、とても参考になりました。それでは、七市に戻ります。身勝手な理由で大事な話を先延ばしにした夫は、A 子に同じことをされ自業自得の結末となりました。不倫をするくらいなら、きちんと別れてからにしろ、と言ってやりたいですね。夫婦での話し合う時間は、しっかり作っていきたいものです。一致や夫についてのご意見、ご感想は、コメント欄にじゃんじゃん書き込んでください。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題をスカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方はチャンネル登録で次の動画もお見逃しなく、いいねもポチッとしていただけると励みになります。ちなみに、子供、大人に関係なく、不安な時は抱きしめてあげましょう。ハグをすると、オキシトシンが分泌され、癒しや安らぎといった安心感を得られるそうです。した方も、された方も、幸せな気持ちで満たされますね。